久保さん今回ね僕は楽に生きる方法にします。楽に、楽に、楽に。みんな楽して稼ぎたいとかねあの楽に楽しく生きたいなとかね思ってると思うんですよ。ね、仕事行きたくないなとかもっと楽だったらいいのになとかまあ人間っていうのは楽を求めて求めるからいろんな文明が発達したんですね。もっと楽,楽にサービスだからこの前そのなんだえー プロジェクト X のプライムビデオに 1, 1, 1回目のやつが、えー、新幹線のチケットだったんですけど新幹線の,あの指定席のチケットって最初ねあのぐ,るぐるこう回ってこうこのオペレーターの人プロオペレーターがいてこう取って書いてバーン入れてぐるグぐルるバン取ってこ,こんなやつなんですよね。<laughs> であれをもっと楽にできないかということでその電あのコンピューターを作ったわけですよ。 壮絶な戦いだったんですよねあれも,もうすげえなと思うだから昔はその新幹線なんつうのはもう指定席なんかは全然取れあのなんだろうな何分も新幹線回ったみたいですけどね今はもうピーピーピーって終了ですよねはいみたいなねそれあれ作った人のすごいなってプロジェクト X いいですようんでまあまあまあ人間っていうのはその楽,に楽にしたいっていうよあのものがあるから文明っていうのはどんどん楽になってくるんですよそう だ楽したいじゃないですか。<laughs> ですよね。で、楽したいから、だから楽したいっていうのは全然いいんですよ。てか、楽したいっていうものが、もし人間の欲求というかそういうとこになかったら、ずっと江戸時代のままですよ。もしか、わかんないですけど、もっともっと古い文明は発達しなかったんですよ。だってランニングでいい。いや、走ればいいじゃん、みたいな。いや、走ればいいでしょう、みたいな。東京からあの大阪まで走ろうぜ、みたいな。<laughs> 郵便物。<laughs> 郵便物、昔大変でしたよね。ね。 走ってたんぶんゆうぴんえぐいっすよね <laughs>、はい、じゃあこれ楽に生きる方法って何かっていうと単純に、あのーうん、楽になるようにするんですすよよ楽にになるようにするうっていうのはどういうことかっていうと、まあ、久保さんも言,、まあ、言ってましたけど楽にするためにはどうすればいいのかっていうとやることを少なくすればいいだけなんですよ申しますね 楽にななるじゃないですかえそうですすかそうよねみんなねやること多すぎなんですよ。えメルマガを毎日見る、LINE アットを見るえ、YouTube の動画を見る、無料プレゼントをもらうとかね、やること多すぎだろみたいな。<laughs> やること多くないですかメルマガをチェックする、読む、えー、LINE アット見る、動画見る。あこれだけでもう一日終わっちゃうんじゃないかな。<laughs> ね、だかやることは一つなんですよあの。YouTube で動画を撮る、終了。 終了ですよ吉田さん何の動画を撮ったらいいですかはもう割愛もうかつあい動画を撮れととりあえずとりあえず動画を撮れと動画を撮りながら考えりゃいいんですよそんなのそう,らそうするのそっちの方が楽じゃないですかあ何どんな動画を撮ろうああ大丈夫かなこれ動画アップロードしても大丈夫かなって考えるよりとりあえず動画撮ってアップした方が楽じゃないですか でも難しい。みんな楽じゃないことやってるんですよ。あどうしよう。どな、なに。え、これ見られ、最初ね、最初から見られるわけもないのに、見られたらどうしようみたいなね。よくわからない妄想をしてるわけですよ。<laughs> 最初なんかゼロですからね。最初の1本目なんかゼロですよ。ほぼ。<laughs> だから見られないのに、あどうしようどうしようみたいな。あはあみたいないや。いや、そもそもあんたの見られないしみたいな。だからそれはやりながら考えていけばいいんですよ。あ、YouTube ってこうなんだなっていう。体験しながら考えていけばいいじゃないですか。 そっちの方が楽じゃないですか <laughs> と思うんですけどねだから楽に生きるっていうのは本当にどんどんきあのシンプルにしていくってことです非常にシンプルもうやるべきことを非常にシンプルにする選択もシンプルにするうんだから複雑だから楽に生きれないさ楽楽だからなんだろうなうんまあまあさっきも言いましたけど みんなやることが多すぎか、多すぎだから楽じゃないんですよ。そう。だから本当と YouTube 一本にしたら楽っすよ。めっちゃ楽。本当とね、僕ね、なんか、ま、周りの人からね、あの、吉永さん、すごい寝てますかみたいによく言われたりとかするんですけど、余裕で寝てますからね。8時間は僕寝てますよ。普通にで、寝る時間自由に寝て、8時間ぐらいは寝てます。そう。で、今日もちょっとね、お昼、ちょっと、 あの動いてたんで疲れちゃって夜寝しても夜寝しましたから僕夜寝 <laughs> まあ,あの夜中また動画撮らないといけないなと思って夜寝しましたよ、うん、とは言っても僕が撮るのは動画でしか撮ってないですから基本動画ですからすげえ楽ですよ、うん、まあこれ文章やっ、まあ、僕はコピーライターやってきたんで文章を書くのがどれだけ大変かっていうのがかる、まあ、好きな人だったらいいと思います 僕好きかき、好きかどうかって言われると好きじゃないんですよ、あんまり。でも仕事だからやってましたけど、超大変ですよ、文章。めちゃくちゃ文章を書くの大変ですよ。悪いですけど。いや、本当にセールスレターマジで書いてみてください。いやって書くだけじゃダメなんですよ。売るレターですよ。売らないとダメなんですよ。だから僕ね、あの2億ぐらいで売ったレターがあるんですよ。2、3億売ったレター。それはベネフィットっていうのがあるんですけど、300個ぐらい作りましたからね。ベネフィットだけで300個。 あと特典でも特典も四十、5 0個ぐらいつけたんですけど <laughs> だベネフィットっていう箇条書きのそのなんかメリットを押すみたいなのあるんですけどそれ300個受けましたね僕であとまあストーリーとかまあいろいろあるわけなんですけどお客さんの声とかもっとすっごい大変ですよ <laughs> めちゃくちゃ大変もう脳,脳汁がね吹き出てね破裂しそうですよ 脳汁がもうダメですねもうはいう汁カっッカラになっちゃう、ね、それを体験僕はしてるんで動画がどれだけ簡単かっていうのはねどれだけ動画が楽かっていうねだからあの久保さんもそうだと思うんですよね今からサイト1万個作れっつったら絶対動画選ぶと思いますしあとはこれはね本気で何かにこう没頭して本気でそれをやった時に 見えてくるるもものもあるんですよだって比較対象ができるんでだ本気でこれやりましたじゃあこの本気とこっちのちょっとこっちのちょっとだからいい余裕いいいいよねみたいな <laughs> こっちからするとこっちちょっとなんだけどこれちょっとでもなんか多く見えるみたいなそうもうほんと動画なんかねあのいくらでも撮れますからね僕は本当に楽ですよ まあ動画を撮るっていうところにフォーカスしちゃうとね動画を撮るのはきつくつうっていう人もいるのであの伝えたいことは断捨離と一緒なんですけど、まあ、あのなんか一つに絞るっていう絞るというか何、うん、んだろうな、うん、楽なことを突き詰める、うん、楽なことを突き詰めるっていう考え方かな 楽なここととをを突突ききき詰詰めめるるる一番自分がで例えばセルフバックを突き詰める。だって一番楽だ。稼ぎ方の中では楽じゃないですか。稼ぎ方の中で楽ですよね。じゃあセルフバックを突き詰めるっていう。で、楽なのそのセルフバックまもやらないっていう。<laughs> まあいいや。はい。ということで、久保さん動画この後、ですねよかったらどうぞ。久保です。いや、ミス,まミスりましたね。 リンク貼ってなかったですね。動画は3つ作ったんですけども、失礼しました。でも、あのこうやって見てくださって、返信いただきまして、本当にありがとうございます。で、今回、断捨離ということで、テーマをいただきました。うーん、まあ、改めてね、その前にあの、私のことを探していただいてありがとうございます。まあ、これも一つのメディアの力かなと思いますよね。やっぱりね、多くの方がね、先日、あれ、久保さん、なんか最近記事少ないですね、どうしたんですかってことで、心配してくださったり。 あの何々シリーズの動画ないんですかとかね「読みの国シリーズ終わったんですか?」とか聞いていただいてあ,ありがたいなと思ったりするんですけどもあそうだ最初に余談申し上げます読みの国で思い出しました「あの億万長者合宿」に参加していただいた寺垣王将と私の動画のリレーって実はファンの方がいたんですけども、えー、寺垣王将をねあの動画送ってこなくなっちゃったんでちょっともうし,しんどくなったのかなと思いますせっかくファンついたんですけどもね残念でした 黄泉の国シリーズは私1人でやっていきます。で、えー、これが余談伝なんですけどもえっ、ー、とね断捨離ですよねだからなんかね余計なことをしすぎるんですよね目的を決めたら目的に向かうルートのことだけをやっていけばいいのになぜかね目的に向かわないことをたくさんやってるんですよだからあのー、たまに私ね、あのー、やることいっぱいあって忙しいでしょって言われるんですけども私ね実はね多分この動画見てる方よりもやること少ないんですよ。 やるると少ないいんんで、そっっちの方向に向にかっていけるんだと思います。常にそうですよね、うん。だから最初に私がネットビジネスってものに出会った時ネットビジネスばっかりやってたんで他のことができなくて店が潰れたり会社が潰れたり従業員との関係が悪くなったりしたんですよ。それを両立しようと思わなかったですね。だって自分の人生なんで自分の一番気に入ったことをやるしかないんですよ。特にまあ私のね仕事迷惑をかけたという気もしますけども、うん、まあでもね社会保障はきちんと充実させてましたし。 それから私がね、お店を一生懸命やろうがやる前が結果変わらなかったと思いますで私は自分の人生のために生きてますし自分の人生を生きているわけなんですよ従業員さんに一定の義務はありましたけどもお客さんにも一定の責任がありましたけどもでもそっちが比重の重きではなくて私は即下塾に集まる人に第一の責任を持ったということなんですよねだから今でも即下塾の第1期生からお付き合いしている方いますし当然ですけども即下塾の前からの方もいらっしゃいます 私が何をやってもどこに向かってもついてきてくださる方と私は一緒にいるってことですよねまあそういう意味では私の即家熟生さんんっていうのは家族なんですよ私がやることなすこともう興味を持っていただけるとでついてきてくださるとで動画がなかったら別のところにアップしてんじゃないかなと思ってこうやって探してくださるとかね高慢になるつもりはありませんけども結局そのぐらいの人と人との関係ができるからこそなんだと思うんですよね よく考えて見ていただきたいんですけども私は暗号通貨の発信を2014年からしてきた時に2016年17年とその暗号通貨の発信が信頼を得てその時に初めて久保さんの動画を見ましたって方がね数千人いるわけですよ2017年が一番多かったと思いますチャンネル登録者数が一気に5000人分増えました暗号通貨の情報で私と接点を持った方なんですよでも今暗号通貨の情報発信してないですほとんどしてないです ほとんどしてないけども私の動画を見てくださる方は何でかっていうと暗号通貨の情報なんてなくったってもう私の発信が好きなんだと私の新しいテーマで語ることが本当に勉強になるんだって方がつながってるんですよ。ねえー、で今メインでやってるのは例のやつってことになりますけどもそれね暗号通貨の前から例のやつやってますからね5年以上前からですから。ででそこで繋がった方は 久保哲郎が暗号通貨のことを言ったり、投資のことを言ったり、FX のことを言っても結局、久保哲郎の橋は久保哲郎の橋んだよねということで、こうやってつながってられるんですよね。断捨離というものがあります。吉谷さんのキーワード出ました、うん。私は会社経営のことでも、店舗運営のことでも、今でも語ることができます。でもそれをメインにはしてないんですよ。得意分野にいつまでもおんぶに抱っこせずに、自分の不得意分野とかね、未知の分野に、 新しいいテーマとかミッションを持って進んでいくんででくすよねこれから私がお送りするテーマはずばり家族ですよね40代も半ば過ぎまして50を意識するこの時にですね私の人生に家族というものはどう映るのか旅の帰りに私はね特攻隊員の遺書とかそれが神父神風特攻隊」とかこの辺のストーリーを見たりとかね「七三一舞台」とか、まあ、主に戦争の動画を見ながら帰ってきました。 誰もがが、思うのが家族まあいろんな表現ありますけども国を守らんがゆえに家族を守らんがゆえに家族から離れていくというこのねまあ悲しさというか切なさというか矛盾というかねこういうとこですよね、うん、で多くの方が同じような体験を今してると思います家族を守るために家族から離れて、まあ、仕事をしているとかねいろんな社会的な取り組みしてるってことがあります 私はそうではなくって家族を守るためには家族のそばにいることだというふうにね改めてこちらに舵を切ろうと思いますそのためにはね早く経済的な自由時間的な自由を手に入れなければならないと思います昨日もこんな相談をいただきましたまあいつもね、うん、こう表現申し訳ないですけどもこう偉そうに言わせていただきますけどもいつも偉そうに言う方が久保さんこれからのビジネスはこういうふうにしていかなくちゃいけないですよねとかね 将来的なことを考えて海外でも稼げるような力を持っていかないといけないですよねっていうふうなことを言ってたんですよ確かにそれはその通りなんですけども私に言うことではないかなと思うんですよね私の出した答えっていうのはさっさと一生分稼いで海外に出た時は仕事しなくてもいいようにしましょうよっていうことなんですよそしたら返事がなくなりました私の発信していることっていうのはそういうことなんですよ60とか70とかね定年退職まで一生懸命働くことではなくてやりたければやればいいんですけども お金が欲しくくててて便上働くっっことをやってるんだったらだったらね1年2年で障害分の収入は型をつけてそれからノーギャラでビジネス抜きに損得抜きにやりたいこと尽くしたい人のために働いていくっていう人生をした方がより本当なんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ何を言ってるかわかんなくなってきましたけどもやることを一個に決めてその目的に向かって進むことだけを選べばこの目的っていうのは。 結構簡単に達成できるんですよ。多くの方は信じてないと思いますけども、本当そうですよ。で、こっちに目的があるのに、目的に向かわないことを一生懸命やって、目的達成できるわけないじゃないですか。で、目的が達成されないフラストレーションがありながら、行動しているってことは行動してるんで、もう本当に疲れてくるんですよ。この目標を持つことに。でも、この目標に近づくこと以外をやらなければやってる、やったらやっただけ近づくんで、モチベーション上がる一方なんですよ。近づいてくるんで。ここのさ 大きく捉えた方がいいかなと思います。それでは、今回は以上です。